ティッシュパブって何なの？すっげえ車止まってんだけど、これ大阪か、ここは大阪か、路中しまくりか、お前ら、お前ら大阪か。あ、三菱や、三菱、あ、トヨタや、日本車ばっかりじゃないか。三菱の前に止まってるのはトヨタや、トヨタ。これ何やろ、カローラ、カローラや、トヨタカローラ、カローラが止まってる。カローラ、三菱、フォード、まあ、フォードは一応アメリカの車って言えば車やけど、マツダといえばマツダやし、これも日本車じゃないの、これスバルかなんかじゃない、これボロボロだけど、このマークも見たことあるな、これもマツダかな。はい、レガシー、スバルレガシー、ハロー、はい、マツダ、マツダ6、これもこれもスバル、スバルアウトバック、これなんだ、この一番最後のワーゲン以外全部日本車、これトヨタ。カローラ、カローラ好きやな、オーストラリアカローラ大好きやな、オーストラリアカローラ率高いな。プリウスじゃないとこはまたすごいな、カローラって。じゃどうするよマジで、コンビニ、え、オーストラリアって車作ってないの？いや、わかんない、作ってないのかな、なんで日本車ばっかりなの。海で運んできたらすごい金かかるだろう、すっごい金かかるんだよオーストラリアまで、あの船出そう思ったら何十万もかかる、何十万もかからんけど、まあ、めっちゃ風強いし、風強いし寒いし、オーストラリアの南風寒いんだけど、あーもう寒い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 。国産車あったらしいけど今は聞かない。あ、そうなんや、なんでそんなこと知ってんの、変わってんな、壊れてんだよ、おっちゃん、おっちゃん壊れてんだよ、車買い替えた、すっげえガソリンの匂いする、すっげえガソリンの匂い、なんか漏れてるだろあれ絶対。マフラーから漏れてるだろ。札幌が寒いのは分かるわ、北だから。オーストラリア、南にいる真夏のオーストラリアで寒いっていうのがおかしいでしょうよ。おかしくないですか、ね、一番北の北海道は寒いけど、一番南のね、あのオーストラリアのが寒いっておかしくないですか。寒いんだけど、マジで。寒いのに外で飯食ってやがらないですか。バカなの、やっぱバカよね。オーストラリア人ってバカが多いよね。ハーレー乗って、ババ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 とかね。この車も見て。こんなとこに、ま、あの、こんなとこにマフラー出てんだけど、こんなとこからマフラー出てんだけど、おかしいだろ。なんでこんなとこからマフラー出すの、バカなの。なんで前にマフラー出しちゃったの。あ、前に出す車多いな、なんで。え、あ、これ後ろにもマフラー出てる。え、後ろにマフラー出てんのに、なんでこの車もそうやけど、なんで前から何が出んのこれ。前から何が出んのこれ。ほら。前からもなんか、ダクトがついてて、暖気口だろ、排ガスを出すんじゃない、これ何気を出すんだ、これトヨタ、トヨタやで、これしかもこの車、ほら水陸両用、マジで水陸両用やな、これすごいな、水陸両用やな、まあ、そう言われてみればそうじゃないだろう、そうじゃないと思うけど、エア吸い込み、そうなの、このとこは空気吸ってんの、ここフロントのここに空気取る穴取ってんのに、わざわざあんなとこから取ってて、でも効率悪くないあんなとこから取ってた、あの車もそうだけど、後ろから空気取ったやつは前に流してそれを入れてるって絶対効率悪いだろ。逆にもっと前に出しといて、そこから吸ったやつを直に入れた方がもっと風入るだろ。タイヤのくらいまで水来てもね、そうなんだ、
るものの意味はちょっとわからなかったわ、よくわからんなこの国。寒いんだけど、寒いんだけどラーメン食べたい、しば漬け食べたい、しば漬け食べたい、ちょラーメン食べたいんだけど、天ぷらうどん、ちょっとラーメン屋も寿司屋も何もないんだけど、炙り寿司なんかいらないからね、ちょっと ラーメン屋もちょっとそれなかったらなかったで、あのオージービーフ食わせろよ、オージービーフか、エビ、エビごっついエビ、伊勢エビみたいなエビ、安いんだろこっち。丸亀製麺でもいいよ別に、もううどんでもいいから、天ぷらうどんでもいいから、ちょっともうちょっとうどんかラーメン食わしてくれよ、寒いんだから。なんなんだよもう、なんでラーメン屋ないんだよ、閉まってんの今日、田舎すぎるからここ、なんだよもう、天一スーパー的な店ないわ、何にもないわ、何にもないんだけど、だから こっちのやつら5時になったら働かないから店がないんだよもう、やめてもうやめて、祝電とかやめて、祝電とかやめて、もうなんでそうやって企画考えたら祝電とかすんだよもう、やめて、なんだよお前らもう死ねえよもう、なんなんだよもう、もうやめてこんなぐらいでいい帰ってきてでもポジろかな。お腹空いてるっちゃ空いてるけど、まあ、別に我慢せっちゃ我慢できるんだけど、でも何も食べないのもあれかな、でもコンビニが遠すぎるわ、セブンイレブンが、ガムでも買っときゃよかったな。部屋にな自販機がないのよね、あ今思った、自販機がないんだよこっち、おいって言われた、おいって言われた今、おいって言われた、あの変なダクトついてる車に、おいって言われた、神回か戻ってくるのか、おいって言われた、日本人みたいにおいって言われたんだけど、リスナーさん、リスナーさん見てた、もう祝電とかやめて、え邪魔でね、どういう意味、おいって言われたんだけど、びっくりじゃない、車で横通っておいって言われたんだけど、ホテルにさ自販機ないんだよ、びっくりじゃない、自販機ないんだよホテルの中に、すごくない、そんなに規制厳しいの、ドリンクも売ってはいけないのオーストラリアって、コンビニで買ってきた、どこ、ああコンビニで買ってきたよかったな、もうコーヒー買っときゃよかったな、だからルームサービスがあるようなホテルじゃないわここ、名前だけはなんかすごいけど、名前だけはなんかオーストラリアホテルってすごい、名前だけはなんかこうオーストラリア一番でかいんかぐらいの名前だけど、どう見ても刑務所そのまま、刑務所そのままホテルにしたやろお前ら、だから共同便所、共同シャワールームだろうって、ちょっともうちょ喉乾いた、どうしたらいいの今日、今日の夜の喉乾いたら俺はどうしたらいいの、まあ喉乾かないけど僕普段でも、喉乾いた時にホテルの周りにも自販機もないから、えどうしたらいいのこれ、もうコンビニ行かなかな、もう一回コンビニ遠いんだけど、もう今帰ってきたとこなのにもう一回コンビニ行くの、コンビニ遠いんだけど、しかもあのコーラとスプライト以外わからんかったし、何が売ってるか、コーラとスプライトとレッドブルとモンスター以外わかんないんだけど、何が何か、飛行機の中でもトマトのジュースとか飲んでるやつおったし、今日俺ワイン飲んだけど、あほらバーガー屋さん、マンチーズやらしいな、マンチーズオープン24時間アワー、マジか24時間空いてんねや、あじゃあ喉乾いたりお腹空いたりしたらここに来ればいいんだよ俺は、ホテルの目の前だから、だって自販機な、
オーストラリア自販機1個もないぞ。え、自動販売機ないぞ。え、生産国見て買おうって。生産国、ほらまたキャー言うてる。コンビニがまずセブンイレブンがあの駅前の通りに1軒しかないし、ね、駅前の通りにコンビニ1軒しかないし、自販機が1台もないんだけど、すごくない？治安悪いんでないの？治安が悪いからないの？これ治安が悪いから自販機ないの？自販機ほんマジで1台もないんだけど。オーストラリア行って自販機見てないわ。切符の券売機だけだわ見たの。自販機見てないわマジで。すごくない？すごくないですか？すごくないですか？これってすごくないですか？自販機ないんだけど。オーストラリアって自販機ないんだが。いや空港の中にもあったな、さすがに。空港の中にもあったよ、コーラ売ってたよ。うん、でもコーラしか飲めねえじゃねえかよ、こんなとこ来たら。なんなんだよ、コカコーラだからいいようなもののコーラしか飲もうねえじゃねえかよ。ハイネケン違った、ヘンニアラガービア、自販機のありがたみ。おいおちゃん、伊藤への自販機とかねえわ。自販機がそもそもないっつってんの。ないんだけど、マジで自販機ないんだけど。すごくないですかこれって。これってすごくないですか。あ、ハーレーの集団帰っていくぞ。ハーレーの集団帰っていくぞ。ハーレーの集団とそれを見てるギャラリーと帰っていくぞ。あ、今回ちなみにヒゲ剃り持ってきてないから、あの帰るときはヒゲボーボーなってる予定だから。ここで自販機売ればボロ儲け。そうだろ。ここ絶対自販機売ったらボロ儲けたら、ホテルもあるし、ここにホテルもあるし、オーストラリアホテルもあるしね。でクソガキどもの学校もあるし、こんなとこに自販機置いたらすっげえ儲かるだろう。絶対すごい規制があるんだろうなこれ、オーストラリア。あ、オーストラリアも州法で決まってんのかな。西の州だからダメなのかな。渡ります。天ぷらうどんどこで食べれんの？あ、やばい、子供がいっぱい来てる。子供めっちゃ出てる。子供集団で出てる。あの子供たちの中のお嬢ちゃんに抱きつきまくったら一発で逮捕できるぞ。逮捕されるぞ。オーストラリアで逮捕されたらどんなぐらい捕まれるんだろうな。横断歩道ないよ、うん、オーストラリアは横断歩道ないよ。あの日本はね、あの道路の真ん中歩いて渡ってはいけませんだけど、こっちは道路の真ん中渡ってくださいっていう、うん、オーストラリアはね、うん、横断歩道の線なんかどこにもないじゃん。あの日本にあるような横断歩道のゼブラゾーンなんか一個もないからな、うんうん、こっちは道の真ん中をどうぞお歩きください、お歩きください、うん、あ、帰っていくぞ子供たち。やっぱ9時回ると帰っていくんだな。それはオーストリアも一緒なんだな、うん、でも毎日9時過ぎまで遊んでるクソガキどもってすごくない？こいつら勉強せよ、塾行って勉強せよお前ら。あおっかお前ら。あ、見た。めっちゃ見てる。あおっかっていうのめっちゃ見てる、うん、ちょっとラーメン屋どこ？天一どこにあんの？天一どこ？天一知らん？パチンコ屋でもラーメン屋でもいいんだけど、天一知らん？日本は10時16分。マジか。何1時間進んだふりしてんの、うん、シドニーは2時間早いよ。シドニーはじゃあ、もう0時16分だよ。シドニーは0時16分だけど、こっちはパースだから1時間遅れて9時16分。アニョハセヨ。おろした？よかったよかった。こっちはね、自動販売機がないんですよ。自動販売機もないし、ね、すき家もないし、松屋もないし、吉野家もないし、かっぱ寿司もないし、どうしたらいいのこれ。あと数時間で万博開催地決定。
知らないよそんな。あ、それでか、なんか知らんけど橋本徹から僕の口座にお金入ってたわ、賄賂が。橋本徹から僕宛に振り込みがあったよ。いくらだったかな、6万円だったかな。橋本徹から入金があったよ、賄賂が、うん、橋本徹から。スペシャルズハッピーアワーフライデーイズバック、7ドル55ドル、分からん、何か言ったか分からん。そうそう、僕が5票ぐらい持ってるからね、6万円、5万円か6万円入金されてたわ。ここ僕が泊まってるホテルのなんか分からん裏口で、ここは僕が泊まってるホテルの駐車場、こっから多分こっからも入るんじゃないかな、分からんけど、開けてみようか、多分開くと思うんだけど、ほら開いた。開かない、開かなかったわ。カチンって言ったけど開かなかったわ、恥ずかしいんだけど、やめてくれる。まあ、ノーカーだからいいんだけど、夏なのに寒いんだけど、オーストラリア来ても、うん、オーストラリア、でもオーストラリア来なかったらね、閲覧もっと悪いだろ、まだマシだろ。あ、お姉ちゃん2人組がどっか行くぞ、あれについていこうかな。あいつらじゃねえ、うちのあの3階の部屋でキャッ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 言ってて、あのさっき人がうんこしてたところ開けようとしたの、お姉ちゃん。あ、クレープ、クレープ屋探すか。ていうかそもそも店がないんだけど、店がないんだが、真っ暗なんだけど、ていうかあのドライブスルーとかもないんだけど、すごくない？港町よ、ここ。港町で駅があってホテルがあるのに何もないって、すごくない？ナンパしようって人歩いてないの見えたわ、見えるだろこれ、車しかないわ。こっちあの国際免許に切り替えてこっちでレンタカーしてもう運転できるかな。信号の色はまあ一緒やな、大きい赤やから、で左通行がまあ多分できるやろな、さっきのセブンで弁当買う、それしかないよな。いや都会に、シドニーにいたけど、あまり都会すぎたら面白くないでしょ。もっと自然なところ、あ、だから明日島行くから。どこの島かはちょっと言われへんけど、島から配信するから明日。島配信するから。これはすごいと思うよ、島配信。ヘビとかクモとか多分出てくると思うんだけど。これこそ観光だと思うんだけど。すごくない？これこそ。ホテルの中に免税店とかないよ。このホテル何もないからな。日本のスマホで配信なの。そうよ、日本のスマホで配信してるでしょ今。 Wi-Fi か、妹の Wi-Fi とか借りてないからな。あ、 AU だから世界データ定額っていうやつ使ってる。1日980円取られるんだけど、1日1000円取られるんだけど、 Wi-Fi 借りた方が安上がりだと思うけど、もうめんどくさいから、うん、スマホだけで。でもあのスマホだけだからね、あのパソコンのテザリングもできないし、すっごい不便なんだけど、だからパソコン持ってきた意味がなかったんだけど、パソコン持ってきた意味がなかったんだけど、じゃあそこのバーガー屋の客減らないんだけど、さっさとさっさと帰れよお前ら、いつまで食ってんだよ、なんで満席なんだよ。さっきチェックインした時客いなかったじゃねえかよ、俺が最初の客かみたいな勢いだったの、なんでこの時間だったら、満席なんだよ。行って待ってよ、嫌だわ、外人しかいないのに嫌だわ。早いけ、日本人俺しかいないんだぞ言っとくけど、いつからこんな国になったんや、外人ばっかりになって、どこもかしこも、どこもかしこも外人ばっかりになってもたわ。南行っても沖縄行っても、どこもかしこも外人だけだわ。あっちから見たら甲子園外人、そう、早都会に行け、都会は
都会はいつ行くかな。都会は明後日かな。早かったら明後日シドニーに戻るかも。でシドニーから今度は次の国どこ行こうかな。東南アジアの方行こうかな。ちょっともうオーストラリアも追っ手があんまり言い過ぎたから追っ手が追っかけてきてるから、カモフラージュでオーストラリア来てるから、ね、カモフラージュで来てんだよ本当はね。シドニーに来てね、で追いかけられてるからちょっとパースまで逃げてきてね、この港の町で今過ごしてるけど、もう追っ手が来てるから、もうオーストラリアも明日明後日出国して東南アジア行こうかな。遊びじゃないわよ。とりあえずそこでリアと待ちしよう。さっきおいって言われたんだけど、おいって。たこ焼き買ってください。7個で280円、お願いします。チャンスください。おい買ってや。おいダメですか。たこ焼き買ってや。7個で280円、おいチャンスください。図書カードをオーストラリアで買い取ってくれませんか。図書カードをオーストラリアで買い取ってくれませんか。おいノットインサービス000。あ、もう終わってるやん。配送や。000バスだわ。ノットインサービスになったわ。ちょっと寒いんだけど。セブンにジュース買いに行くか。どうしようかな。そう、こいつらがさっさと帰っていけばいいのにな。いつまで食ってんだよ、おめえら。早く帰れよ。ハンバーガー屋に何時間いるんだよお前ら、バカか。ハンバーガー食べたらさっさと帰れよ。帰る。いや、まあ、お前らホームレスでいいないのかよお前ら。いつまで食べてんだよ、バカかよ。セブンイレブン行こうかな。ほら寒いのにスカート履いてんだけど、おかしいだろ。怖いんだけど。現地時間は今だから21時ですよ。21時24分。日本と時差1時間しかないから、家帰って勉強しろや。二度とも、そうか、さっさと帰れよ家に。お前らいつまで食べてんだよ。お前らハンバーガー食べるの何時間かかってんだよ。さっさと帰れよ、バカかよ。ここは日本と1時間のさ、シドニーは日本より2時間早い。こっちは日本より1時間遅い。だから今日本10時でしょ、多分。知らないけど。ここ9時だもん。9時25分。スマホってすごいよ。現地来たら勝手に変わるんだけど、時間が。だからシドニーに行ったらシドニーの時間になって、パースに来たらパースの時間になって、日本に帰ったら日本の時間になるんだけど、すごいと思わない？今時のスマホすごいよね。何でもわかるよね、スマホって。スマホ1台あったら、これちゃうんだぜ、オーストラリア。スマホ1台あればオーストラリアこれちゃったんだけど。すごくない？じゃあまた食いに来たハンバーガー。お前らどんだけハンバーガー好きなんだよ。OG ビーフ食いに行けよ、OG ビーフ。なんでハンバーガー屋来るんだよ。お前らバカじゃねえの。いい年こいてハンバーガー食ってんじゃねえよ。どんだけハンバーガー食うんだよ、お前ら。勤労感謝の日？あ、日本は祝日なの？あ、日本祝日なの？ iPhone じゃないよ、僕 au ですよ。 au の Android ですよ。 Android でも au のデータ定額つないだら1日24時間で908円取られるけど、データ定額だから使い放題なんでしょ、きっと。ぼっち爆笑、どういうこと？ハンバーガーしかないんじゃん。ハンバーガーしかないの？マジでか。でもこの裏にフィッシュパブかなんかあったよ。何フィッシュパブって、意味が分かんない。これ日産車。儲かるな、ハンバーガーや。まだ電車走ってるんだけど。あ、まだ9時半だからな、ここ。フワッチで初めてじゃないの、オーストラリアからの生配信とかってさ。俺結構フワッチで初めてのことたくさんしてるよね。ツイキャスにも海外配信っていうのあったけどね。
オーストラリアっていうのがなかったから、あの海外その他になってたけど、だからツイキャスは多分あるんだよ、海外配信してる人がいるんだよ。でもふわっちは民度が低いからね、ふわっちはリスナーも民度が低ければね、配信者もっと貸すしかいないからね、ふわっちの配信者なんかパスポート持ってるやついないんじゃないの。パスポだってそもそもパスポート持てないだろ、犯罪者だから。ふわっちの配信者なんかね、海外来れないだろお前ら。コンビニみたい、コンビニね、セブンイレブンしかないし、そのセブンイレブンめっちゃちっこかったし。でもセブンイレブンでドーナツ売ってた。トルコで配信してた女いた。マジでか、女でトルコ行ってた。それトルコ風呂行ってたの。やっぱりトルコ風呂行ってたの。トルコ風呂行ってたやっぱり。もうお前ら回復ふわっちはトーロッパ系、どういう意味、あ、ヨーロッパ系。じゃあローソン行こう。オーストラリアでローソンまで一回も見てないんだけど、関空でファミマ見たっきり、シドニーにもコンビニなかったんだけど、俗に言うローソンファミマはなかったんだけど、セブンイレブンはどうか知らないけど、あ、そうか、セブンイレブンはそもそもはだけど、ローソンとファミマは日本のだからないのか。あ、そういうことか。マジか。寒いんだけど、もう早く帰れよお前ら。いつまでハンバーガー食ってんだよ大の大人が。バカかお前ら。あ、帰った。帰らないのかよ。なんだよ、帰れよもう。いつまで食ってんだよ。もう寒いんだけど、もう寒いんだけど。もうこいつら帰らないのかよ。なんなんだよ、もう帰れよ。ハンバーガー食うのに何時間店の中いるんだよ、もう。なんなのこいつら。死ねえよ、マジかよ。何人いるんだよ、こんなちっちゃなわけのわからないローカルなハンバーガーに。何人いるんだよお前ら、もう。結構いるぞ、まだ結構外にもいるぞ。何なのもう、やめろよもう。どっか行けよ。パーリーストリート、ストップ10、パーリーストリート、フリーメンタル、フリーメンタルキャットローテス、ルーツ、キャットルーツ、フリーサービス。これフリーサービスなの？マジか。このバスフリーサービスなの？なんかもうバスとかフリーで走って、ブルーキャット、レッドキャット。マジか。マジでか。え、フリーサービス？マジでフリーなの？ビーチストリートから駅行ってくれるのかな。なんかすごい遠回りしてんじゃないこれ。わかんないけど、フリーメンタルポーツ、あ、駅から歩いてきたんだけど、このホテルまで。ただのバスが出てるとか、そんなもんさっき言えよもう。なんでこれみかん食った後の皮がこんなとこ置いてんの、もう。なんなのこれ、なんなのもう。セブンしかない。飯抜き、別にお腹空いてないから飯抜きでもいいんだけど、せっかくだからオージービーフ食べに行きたいんだけど。嫁は寝てる、起きてるんじゃない、わかんないけど。さっきまで LINE してたけど、今配信してるから君たち相手でしょうから嫁の相手できないんだけど。この親子もハンバーガー食べに行くの。お前ら何時からハンバーガー食いに行くんだよ、もう。もうやめて。何時からハンバーガー食べに行くんだよお前ら。もう帰れよもう。何時までお前らハンバーガー食ってんだよ。もう10時だぞお前ら、もう。やめて、もういきなり。